もちろん電気が出たらあの工場が動きます、ね、だからこれを書いてます。で、これがあのエジプト人の骨の形はどういう形になるの。で、下のはあのナイル川なんです。ナイル川ね。あと、まあ、最後はエジプトだね。はい。